畑。それね、それね、それね、早く早く早く来て来て、あいさつ、それでいいの、あいさつ。はぁー、もう、そこじゃ、すいです。はい、どうも皆さん、こんにちは、つるにぃです。須田も一緒に、つるにぃの挨拶で、元起こしてもらう。せーので、はい、どうも皆さん、こんにちは、つるにぃです。え、なんてつるにぃ、今日は13時じゃないですかって。え、今日13時集合なの？トモニーが13時じゃないですか。マジで？え、友達は今日13時なの？友達は13時に来ると思うんですよ。もう1時間就寝。おやすみなさーい。よし、今日もあるな。おー、これ多分キッペイ君が作ってくれた朝ごはんなんだろうな。いいな、俺も食べたかったなぁ。美味しかったです、僕食べました。それ食べたの？はい。いや、もう今まで食った卵の中で多分2番目くらいに美味しいです。やっぱ僕、まあ僕も食べるって言ってたんですよ。なんか7時半に起きてって言われてたんですけど、うん、僕寝坊しちゃって8時に起きて急いで上来たんですよ。そしたらなんかカメラ危ないんですよ、本当に。この空間はまあ本当に鶴兄がね、その現場を目撃していたんですけど、ええ、ついてきてください。さあ、倍速でお送りしております。なんと、はい、昨晩こいつがここに落ちていたんですよ。これなんですか？これはこの壊れた、うーわ、椅子の破片です。この壊れている、これ待って、危な、ちょっと待ってよ、ね、やばい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 、これ踏んじゃうよこれ。で、そいつを踏んだのが私です。いやあ、痛、これやばいよ。踏むじゃないですか。で、痛すぎてこっちに体重かけられないからこっちに行くじゃないですか、うん、で、この先にツルニーがいて、うん、思いっきりタックルかます。で、僕ここでもうガーンってなってこれ危ないからさ、ここに置いとこうぜ。いや、まあ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 、しかも、この椅子からも出てるんですよ。え、巻きびしょってんの？椅子が壊れてもクッションがずれてるんで。え、じゃこれ、あ、ここだここだ。え、出てるんですよ。だから座ったらもうほら、うー、危な、ほら、うわー、危なっ！ ってなるんですよ。危な、座る前に気づいたんですけど、本当に危ないです、これ。これは、捨てましょう。これが、ハニートラップならぬ、ハリートラップってか？なんてね。ってことで、ニトリに行きましたー。なんか、怪我したらしいな。釘が刺さった。マジで痛そう。あれを置いとくわけにはいかないっていうことで、椅子買いに来てるの。そう。そうなんや。あ、そっか、タダッチは、その時いなかったのかな。まあなんか椅子っつうか、まあ座れるちっちゃいブロックみたいなね、うん、探していきましょう。ワンチャンこういう、お、新しい椅子を買ってきました。まあ椅子というよりは、うん、ミニキャタツ、踏み台、踏み台。まあ最大の利点はスペースを取らないんですよ。いらないでください、この薄さ。展開すると、うん、こうなって、こうなって、まあこう座ってこうゲームと、うん、高さ的にはもう本当にね、完璧。これを収納したいときは、これをこう、なんと手数料もやってあげる。ものすごい5分の1の薄さになると。そして早い。早い。で、まあ、今見た、あれバッタッてやったらもうこう。そうよね、これ。ほら、ほら。はい。はい。はい。で、あ、で、行くよーっつって。はい、あ、はーい。はい、はい、はい。やばー！ ということでね、これでね、もう長年頑張ってくれたこの椅子は現役引退ということで。うん。ありがとうございました。今まで大事にしてくれてありがとう。タナッチさん、はい、あなたは今からとある用事のために東京に行きますね。はい。しかし、とてもすぐ帰ってくると聞いています。そうです、あのポケモンカードの大会に必要なカードがないんです。静岡中探してもないんです。なので東京にそのためだけに行って、終わったらすぐ帰ってくるという、マジで速攻で帰ってきますよ。ではこのカメラを託します。わかりました。では行ってらっしゃい。行ってきます。今東京到着して19時19分これで今からカード買って行きますね。じゃあ早速、早く行かんと。20時22分で4分後の名古屋駅に乗って帰ります。なんかよく行くカードショップの店員さんが、これはじめさんに誕生日プレゼントって言ってもらったんで、結構話しちゃって1時間ぐらいかかっちゃいました。じゃあ帰ります。はい、
しまーす。藤田でーす。お疲れ様でーす。さて、では皆様、お手持ちにファイルがまあある人、ない人、はい、いると思いますが、お待ちかね、人間ドックの結果です。はい。もうなんかもう明らかに健康だった健介。はい。どうでした？いや、めちゃめちゃ健康っすよ。とりあえずまず、バリウムの時に、あれ、先生可愛すぎても、マジフル。健介、そんな、ただの健康体だったの？目が悪いぐらい、本当に。コンタクト取って、メガネで行ってコンタクト取って測ったら、なんか、片方は、まあ、ギーッ。すごい。将軍は、風邪ひいてたんですよ。あら。まあ、風邪をひいていたので、最近までね。うん、だから、若干それの風邪の残りがあって、あ、そうそう。異形リンパってやつがちょっとだけ出ちゃってるねってプラスになっちゃった。大丈夫なの？あ、だからその風邪の引き終わりにはちょっと出るらしい。あ、じゃあよかった。で、そう、至って健康、俺もそれ以外。おお、そのまま健康維持してください。はい、まあ、とりあえず洋平さん行ってきます。じゃあ私も基本的に健康でした。一箇所を除くかな。一箇所、あの、脂肪肝になりかけだそうです。あ、やば。その人間ドックの方と話していくうちにやっぱ明らかになったのが、急激にやっぱり食生活がおかしくなって、うん、で運動しない、うん、つまり脂肪を蓄えるのに出さない、うん、から、あの、中性脂肪だったり、あの、肝臓の周りに油がつき始めていると。だから今なんで嬉しそうなの。再検査ではないの？再検査はなんもない。お、だからなんかやばいからちょっと改善しようねっていう感じがイメージは。まあ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 、成功等でどっち行きます？待ってください。お、まだあるんすか？採血検査だったんですよ。ほうほうほう。で、あの、なんだっけ、大地くんが前、僕2年前に受けてるんですけど、このニングドック、その時にちょっと徹夜っぽい感じで行ったんですよ、はい、それ採血こう取るじゃないですか、はいはいはい、で終わって、ありがとうございましたって言って待合室こう待ってるんですよ、はいはいはい、そしたらなんかいきなりふわんとして、いわゆるホワイトアウトしたんですよ、うん、ほんでバタンって倒れまして、うん、でこうやって目開けて、さ、車椅子乗ってたんですよね。おー、あれ、なんだろうこれ、目開けた瞬間にハジメがめちゃくちゃ笑ってるんですよ。で、俺2年後ですよ。その2年後で、俺も結局その日結構早めに起きてて、編集があったから、うん、で、こうやって、あー、そういえば大地くんなんかそういう話してたなと思って、はい、こういうことで気分悪くなったことありますかって言って、うん、あ、全然ないですよ、余裕ですよって、うん、で、ブス、ブシャーって取られて、うん、で、立ち上がったら、うん、ってなって、うん、で、意識は保ったんだけど、みんなが待ってる待ち合わせのところに座って、うん、お前がもうダメだって、で、俺も血抜いてこう出てきて、あれ、寝てるやついんの、余裕くんみたいな。だから意識あるんだけど、うん、なんかあんまり手足が動かないから、なんか、ボケがってくださいって言われても、うん、フラットして食べちゃったんですよ、フラットだけに。大地くんはね、もう俺らの期待のホープっすからね。そうそうそう。再検査期待のホープ。大地くんからいきましょうか。まあ皆さんの想像の通り、うん、まあ脂肪肝。え、もうなったんすか？ようやくなりかけてたの。なんならもう去年から脂肪肝ですか？いや、大地くん去年脂肪肝で再検査してますからね。そうマジで、うん、で、なんと今年もコレステロールのところで再検査ですね。やっぱり魚、野菜を取ってないから、うん、やっぱ取らないといけないのは青魚ですね。サバとかの、コンビニとかで売ってるサバ缶、うん、ああいうのも食べるようにしようと。そういえば去年の今頃、去年の今頃サバ缶、俺も直すよとか言ってずーっとサバ缶しか食ってなかった時あったんすよ、大地で、忘れてた。まあでも通知的には去年とあんま変わってないんで、変わってないかも、それダメなんだけど、改善してない、改善してないから。まあ悪くもなってないってことですからね。そう、単純に2年連続2度目の再検査ですね。そう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 。大会みたいになってます。いや、さすがに1年後の自分にこれ目標今言っといた方がいいっすよ。あ、1年後見返しましょう。これまずは食生活直したいと。はいはいはい、うん、うん、やっぱ具体的に言わない、数字とかでもいいかもしれない。まあ、毎日野菜を取る。僕野菜はま取らないんで、うん、野菜を必ず取ります。毎食。おお、毎食毎食取ります。わかりました、言いましたね。はい、それとあとお肉を減らします。あとコンビニ弁当、そうみたいな。コンビニ食べるにしても、例えばおにぎりプラスサバ缶、ホットサラダね、ホットサラダね。なるほど、はい、これでも痩せましょう。痩せます、頑張ります。ちょっと食生活から直します、うん、この面白すぎる後に友高くん、まあでもパッと見一番健康そうだから、間違いねえな。そうなんですよ。いや基本的にマジ健康的なんですよ、うん、なんと、うん、再検査がありました。なんで、なんで便から血が出てるんですよ。これ理由がまだ、まあ、検査してないんでわからないんですけど、検便取ってなくてめっちゃ気張ったからそれで切れたのかもしれないって言われたんですけど、うん、最悪大腸がん。
いっちゃ悪くて大腸があるらしいんですよ。何笑ってんだよ。紹介状じゃん。紹介状じゃんお前。紹介状もらってきたっすから、ね、やば。あ、早急に再現させてきてください。うん、はい、行った方がいい。本当に1万円かかるんですよね。安いもんだろ。